バージョンがねやっぱり上がって1.127 から1.28になって、で Steam で質問したのね、死んじゃったから、でリバイブポイントっていうのを全部使い切っちゃってるんで、死んだ人生き返らせられないからどうしたらいいのって、そしたらカオスシュラインを潰せばライフポイント1個買え手に入るのって、死んじゃってるのこいつなんだよね。なんかうるせえ、あれやって死んでるやつね。問題はカオスシュラインっていうのがどこにあるのか。もうこれ一個潰したんで、なんか遠くに、あ、これだろう。カルトデバイスじゃねえのかな。あれカオスシュラインって別になんのかな。もうここも使っちゃったんだよね。カオスシュラインって他になんかあんのかな。やっぱここ行くしかないのかな、ダンジョン。もうダメかも。なんかこれなんかね、悪いおばさんが出てきてて、もうやばいかも。クエスト1個終わったんで、これはMy score is telling me that a group of cultists have been spotted the Guardian ForestKill the Chaos Acolyte in Guardian Forest。 カオスも増えちゃったし、で一個これ受けとこうか。これか、今どこにいたっけ。ファイト、アンブッシュできるか。成功しないじゃん。ファイト、なんか また負けちゃいそう。あ、これ逃げるとこか。ここでするか。相手が違う。7しかいかねえ。うわ、やられた。こいつも敵を、え、残っちゃったよ。お、ダメだこりゃ。燃えちゃったし、こいつはもったいないな。
やべ。あ、これでカオス1個減った。こいつだな、お金。ラスティメダリオン、こいつがイクイップ。もう一回戻るしかねえな。サービス、こいつも休憩するしかないじゃん。え？カウス減らしたのにまた増えたの？やる気しない。もういい、もう死にたい。厳しすぎじゃん。え、この間カオスが増えて、そうか、町に戻るまでに結構時間かかったんだ。これでまたすぐ増えんじゃないの？